い、やってまいりました。皆様、いつもリワチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。本日はね、こちら新しく入ってまいりました、ね、ライブハウスのスピーカーとかもね、大変お世話になっているメーカーさんでございます。マッキーさんのショーボックスということで発売したばかりですのでね、こちらを開封させていただきたいと思います。中身はなんじゃろなと、ね、早速開けていってみましょう。レッツラゴー、グフー。はい、ではやってまいりました。それでは開けていきたいと思います。シャキッ、中身を傷つけないように気をつけてね。よし、よいしょー、よいしょー。はーい、出てまいりました。まだね、こちらの僕もこれがどういうねスペックだかっていうのもまだ見ておりませんので ねどんな商品なのか楽しみです、ね、おお、LANケーブルが入っております、ね、あと電源ね、電源のコードね。お、なんか何かもうアダプターかな。すごい、重い、あ、いや軽いな、軽いかな、意外と多分女性でもね一人でこう持てるような重さですよね。すごいかっこいいです。これ持ち手がねゴムになってます。なんですごく持つ時に滑り止めになるんですね。そして、おお、見てください、これ素晴らしい。そしてね、やっぱモニターとしてもね、スタンドにねつけてねやるタイプとね、こういう感じで斜めになってますよね。こうやってモニターとして使うことも可能でございます。そしてなんとですね、ここ重要なんですよ。これね、ここにこれね、ここの後ろのボタンがあります。プッシュトゥーリリースね、ここを押すとですね、なんとね外れるんですよ、ミキサーが。すごくないですかこれ。これね、例えばこのモニターとかをね自分でこう演奏してるときにね、自分の手元でこう操作できるっていう、すごい、これがもうこのねスピーカーの特徴でございます。素晴らしいね。パワーね、パワー電源はこれ C タイプなんですね。 C タイプだとリモートでこのねLANケーブルがね挿せる位置がありますのでね。すごい、なんて画期的な時代なんだ、ね、なんかまあルーパーとかいろいろ書いてありますけど、ちょっとねまだ使い方があれなんでね、ちょっとやっていきたいと思います。分けて、
素晴らしい。もう文字が鮮明ですね、これ。すごい。これが手元で操作やるね。ちょっと、お、あれ？電源切れました。電源が切れた。あれ？スイッチが。スイッチが。反応なしです。はい、それでは説明をしながらやっていきたいと思います。こちらですね。それでは行ってみましょう。こちらね、電源ケーブルがこちら接続されてます。こちらですね。なんでこの今こっちにチャージをされている状況ですね。はい、そして今日のシチュエーションはこのチャンネル1にマイクが刺さっております。そしてこちら2番に、ギターアコギが刺さっております。アコギのラインですね。はい、3番4番、はい、こちら5、6ぐらいまでありますね。すごいですね。はい、そしてこちらが Bluetooth の、ペアリングですね。携帯のね、携帯と Bluetooth をつないで、ペアリングすることで、音声、YouTube とかのね、音源とかを流せたりします。もちろん有線でもね、このオグジュアリーっていうところで、つなぐこともできます。このフットスイッチでは、ルーパーの操作とか、エフェクトのオンオフ機能が、ね、できるっていう感じですね。はい、とこちらヘッドホンアウトと、あとこちらね、普通のアウトね。はい、はい、という感じでございます。あとはこの辺ね、配信もできるみたいですね。この音声をそのままね、音声を入れることができるっていう感じですね。すごいですね。あとですね、ここに、マイクロ SD が入るところがあるんで、こちらで、ルーパーで録音したものをね、この SD に保存することができるという感じですね。あとはこちらはフロントの LED の方かな、 LED をつけるかどうかっていう感じですかね。一回ちょっとオンにしてみますかね。はい、オンにしてみました。こちらね、フロントの LED、これをオンにするとこちらの LED がつきますね。これをオフにすると、はい、消えました。2つ目ね、こちらね、フィードバックをこう急激な、ハウリングとかを検知してね、回避とか、軽減させたりするっていうボタンですね。はい、そしてこちらは、室内とか、室外の時のモードをこう切り替えするっていうものですね。はい、あとこの PA モードとアンプモードっていうのがあって、それを切り替えするっていう感じですね。でアンプモードの時が、LED が消えてるっていうことですね。なのでこれ今アンプモードっていう感じですね。中域中高域の明快度が上がり、ギターやボーカルに最適ですということで、こちら PA モードの場合だと LED が点灯します。これが PA モードって感じですね。 PA モードだと低域を拡張して中域の余計な部分を抑えますという感じになるそうですね。はい、はい、あ、本当ですね。はい、ということでこちらが本体の方の操作になります。
はい、それでは実際に操作しながらちょっとやってみたいと思います。中域、はい、中域の息ですね。はい、はっはっは、ふん、う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 ん。で、はい、はい側。はい、なんなんと、リバーブがついてます。すごい。はぁ、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 ははははははディレイははは、はずっと鳴り続けています。すごーい。そしてミュートボタンもあります。ほら、ミュートボタン、はっはっはっは、ミュートボタンありますね。そうするとアコギもマイクも入ってない状況です。はい、そしてはっはっは、感じの画面になってますね。先ほど操作してましたこちらの方がルーパーの機能ですね。これを一度押すとループ機能がついてます。はっはっはっ、でもう一回押すとループ機能がついてます。はっはっはっという感じで録音がされますね。ループ機能、はっはっはっ、ここでループのボリュームを変更できますね。はっはっはっ、2回押すと止まります。これを長押し、そうすると今の録音したものが消えます。はい、そしてはっ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 、今マイクついている状況ですけども、こちらをミュート押すとはっはっはっは、音が出ません。さあ、そしてこれがメインボリュームですね。メインボリュームですね。はい、あとはこの SD を入れるとこちらで録音ができるみたいですね。素晴らしい。とこちらがロー、ミッド、ハイと、3バンドね、EQ が調節できます。とこちらがボリュームゲインですね。で1番、2番、3番、4番、5番、6番
のね、別で個別で変えることもできます。そして今ここに FX1 と2ということでね、今かかってるエフェクトですね、こちらが今ディレイで、こちらが今ホールリバーブっていう感じでかかっております。たくさんいろいろ種類があります。こうやって一度押すとね、いろんな感じでいろんなね、ホールとかプレートとかいろんなものが出てきます。こんな感じでね、いいですね。はい、そして、これをもう一度押すと決まるっていう感じですね。で、あとはこれがそのリバーブの量ですね。とポンプもかけられます。は大きくするとは、なくすとはは、は、はい、こちら操作は以上です。はい、いかがだったでしょうか。すごいたくさんの機能がついたね、こちらのマッキーのねショーボックス、いや素晴らしいです。びっくりしました。我々スタッフもねちょっといじってみてね、すごいこんな機能もついてるのか。そしてこれにねパソコンをつないで配信することもできますのでね、一人で、ね、弾き語りのこう配信とかもするのもいいですしね、これを使いながらループ機能を使いながらね、遊ぶこともできますので、ね、すごくいいと思いますね。ぜひお買い求めは IB 掛けらでということでね。はい、以上こちらのマッキーのショーボックスのご説明でした。ぜひお問い合わせお待ちしております。またね、バイバーイ。